どうも、長崎ジェイプクのジェイです。よしです。まあ、とりあえずお願いします。お願いします。何ですか、何ですか。いや、なんかちょっとニュースキャスター風にやろうかなって。ちょっと、なんか珍しく机あるじゃないですか。あ、そうね、そうね。そうそう。もう一回ちょっと。はい。ジェイです。よしです。こんなアナウンサーマジ見たことない。違うか、マジで見たことない。はい、はい、今日は何を企んでらっしゃるんですか。企んでる、はい、別に変なことは企んでないですけど、はいはいはい、今回やっていく企画、はい、JO JO ですね。 JO JO、 はい、はい、というのは今回、うん、まあ、J についてのちょっと、うんうん、質問を10個用意したんですけど、はいはい、俺についてみんなに聞くってことだよね。まあ、ゆうきは中学校、高校って一緒やし、りゅうやもジュニアからも知っとるけんが、うん、まあ、俺のことは大体知り尽くしてるだろうと、はい、なんで、まあ、今回何問あるんですか。今日10問。10問、いや、10問中10問いけるんじゃないかなと思いますけどね。いけますかね、これ。いや、いけますかねというか、言ってもらわないと困るって感じですね。そこまで、うん、まあ、知り尽くしてるだろうと思うんで、はいはいはい、10問バシッと答えてもらいたいですね、はい、お二人に登場していただきましょうか。そうですね、はい、それではお二人頑張ってください。どうも、ゆうきです。りゅうやです。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、はい、今回、やっていく企画なんですけど、はい、J を。ありがとうございます。そういうこと、取りたくね。今回は増田さんについてのちょっと情報をどれだけ知ってるかっていうのを、誰でも知ってそうな情報からちょっとひねった、はいはいはい、あるので、ちょっとお二人には10個回答していただきます。はい、やんでね、やんでね。はい、早速いきたいと思います。第1問、身長は。あー、楽勝やん。楽勝。二人とも、さすがにね、まあ第1問目なんで、はいはいはい、さっと書きましたね、結構今度スムーズにいってほしいですよ。はい、はい、ありがとうございます。そしたら、リュウヤから回答を発表していただきましょう。せーの、ドン。はい、175cm。 じゃあ、ゆうきさんお願いします。175.5。 はい、上手でもね。はい、ありがとうございます。はい、それでは回答の動画を見ていただきたいと思います。第1問、身長は175.5。 うわー、ありがとうございます。175.5、はい、分かると思いますよ。まあ、いろいろね、大会とかもあって身長記入する欄とか、はい、そう ね、だって普段の会話でさ、身長何センチとか聞くやん、うん、俺ね、75って言わないんですよ。.5 を絶対つけるんですなるほど、はい、なんで、まあ、知ってると思いますけどね、はい、ここはもちろん1問目ですから、はい、しっかり正解していただきたい、ね、はい、はい、ということで答え 175.5cm でした、はい、お見事。うざい、うざい、うざい、素晴らしい。ありがとうございます。それはうざい、まさによ。まさにね、まさにその大会のね、身長と、もう見とったけん、うん、で、結構言うよね、俺、点を絶対つけるよね。言う言う、なるほど。いや、悔しい。全然悔しくないし。やっぱ小さい選手はね、少しでも大きく見せたいんです。そう、うん、そうね。はい、それでは次の問題いきたいと思います。はい、第2問、誕生日は。もう日付だけで。いや、ね、え、リュウヤマジで。いや、いつも分からなくなるっすかね。こういうのはね、問題にしてくる時点で舐めてますよ。まだ2問目。やばいやばいやばい。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、それではゆうきさんからお願いします。これは俺絶対間違ってないと思う。3月16日。はい、じゃあリュウヤお願いします。3月16日。お、それでは2人に見ていただきたいと思います。間違ってる可能性あるよね。そうですね、はい、第2問、誕生日は1996年3月16日でございます。はい、あいつらも絶対答えられないとマジダメ、クソ。マジクソ。やば、ムカつく。
めっちゃいいやん、はいはい、まあ、答えれると思いますよ。はい、はい、ということで正解は3月16日でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。もう安牌ですね、これはね。はい、素晴らしい、素晴らしい、これは安牌。ありがとうございます。誕生日プレゼント待ってますよということで。そうね、じゃあちょっとじゃあ次の問題いきたいと思います。はい、第3問、趣味は。趣味あんまり話したことないぞ。え、分かってれば全然余裕。順平を分かって知ってれば。あ、でもどうやろう、結構話したりはするけどね、ある話題の時には。我々もやってるしね、そういう話題の時には結構これ参考にした方がいいとか、あ、ね、なんかそういうことはね、結構言うよね。うん、まあ、結構なヒントかな、今の。だいぶヒント言った気がする。うん、はい、それではお二人揃ったということで、今回はリュウヤからお願いします。 YouTube を見ること。おー、はい、じゃあゆうきさんお願いします。はい、YouTube を見る。おー、一緒だ。はい、それでは、正解の動画を見ていただきたいと思います。第3問、趣味は。趣味か、趣味はね、でも最近は YouTube 鑑賞。おお。よく見るのは、カジサックと、はい、光る、朝倉未来、はい、ここは結構しょっちゅう見てます。そうですね、よく話題に出てきますね。うん、まあ、はい、結構毎晩絶対見てるんで、まあ、趣味に近いでしょうね。趣味に近いというか、まあ、趣味ですね。そうですね、はい、はい、ということでお二人正解でございました。素晴らしい、ナイス、素晴らしい。普通にバレーボールとか勝つかと思った。うん、あ、最初 ね、それが出てきたよ。うん、え、出てこない。もうね、趣味の域超えてるんですよね、バレーボールは。ですな。はい、はい、それでは次の問題いきたいと思います。第4問、バレエを始めたのはいつ。え、何月まで言わんば。いや、あ、そんな話はしたことないですね。逆に知ってたらすごいぐらい。おいが知らんことは。これのはず。これは聞いたことあるもんね。うん、まあ、動画内でも喋ってるやつありますよ。はい、では DJ ちょどったということで、ゆうきさんからお願いします。はい、いきます。小学4年生。はい、じゃあリリア。ちょっとイントネーションおかしかった。小4小4。はい、ありがとうございます。それではお二人に回答を見ていただきたいと思います。第4問、バレエを始めたのはいつ。小学4年生。はい、まあこれもね、あの多分動画とかで話しとるよね。話しますね。しかもきっかけまで話してるけどね。そう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 、いつ始めたかとかはもう分かるはずですね。そうね、分からんばマジクソ。むかつ。めっちゃ言うやん。めっちゃ言うじゃん。まあまあ、でも知ってる情報ではあるはずですね。そうね、はい、絶対分からん。そうね、うん、ということでお二人小4正解でございました。はい、ここからまたちょっと難しくなっています。最後の、今一番欲しいものは。言っとる今一番欲しいな。あ、でも悩むかもな、2つで。俺結構口に出しとるもんな。うん、分かった。おぉ、いらんでね、いらんでね、いせんでね、いせんでね。はい、それでは出揃ったということで、じゃあリュウヤからお願いします。せーの、アルファ。せーの、アルファードか。はい、それではゆうきさんお願いします。ここで車に詳しくないのが出てきてしまった。ベルファイア。いやいやいや、持ってますやん。なるほど。クエストアルフォード。チョコレートじゃない。それアルフォード。はい、じゃあなんでよ、よくないそれ。はい、それではお二人に回答を見ていただきたいと思います。アルファードやったね。第5問、今一番欲しいものは。今一番欲しいもの、体育館。体育館。いやいやいや、いや、これもね、結構言いよる。体育館欲しい、体育館。まあ、確かにな。体育館あったらもうめっちゃいいよね。確かにめっちゃ聞くわ。普段からずっと言いよるけん、うん、これも正解すると思うけどね。うん、
はい、いやどうすか。ということで正解は体育館でございました。体育館欲しいとかさ、違うやん、なんか。いやでもね、いよいよね、だけど俺アルバードと体育館で迷うかなと思う。まんまとやね。まんまとやね。それはまたちょっと別やけどね。もう持ってるし、ノイヨス。いや自信満々やと思うね。それは来たと思ったもん、ね、追いついたって。それでは次の問題いきたいと思います。はい、第6問、尊敬している人は。個人名じゃなくてもいい、高校の監督とかそういうのでも。ああ、はいはいはい。じゃあ名前を分かってない可能性があるってことね。ちなみに俺も見たことある人。マジ？多分2人も見たことあるんじゃない？なんかこの人かな。行こう行こう。はい、よろしいでしょうか。はい、2人で揃ったということで、今回ゆうきさんから。はい、行きます。元国際大の女子の監督、宮田先生。ああ、そうそうそう、監督。じゃあ、りゅうやお願いします。国際大女子バレー部の前監督。え、一緒？一緒やね。見たくさ。見てねえし。見てねえし。カンニングの瞬間をどうぞ。多分2人も見たことあるんじゃない？はい、それでは、回答を見ていただきましょう。第6問、尊敬している人は。長崎国際大学女子バレー部前任の監督だった宮原監督です、はい。まあ、東京から帰ってきて指導者になるっていうので、まあ、いろいろ考え方とか指導する上で、まあ、こういうところを見た方がいいとか全て宮原先生から学んだんで、はい、はい、はい、ということですごいね。いや、これびっくりした。いや、すごい、の正解でございます。いや、でもね、ヨッシーが高校の監督とかっていう、なんかちょっとね、それがそれがヒントになったかな。ヒント来ましたもんね。なるほどね。はい、でもよく正解しました。すごいすごい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次の問題いきたいと思います。第7問、過去に戻れるならいつ。どっちだろう。あ、やっぱどっちだろうってなると思うな。なるほど。でも、まあ、ちょっと待って、これじゃないかな。漢字がわからんくなった。多分小学生で習う漢字だけどわからんくなった。ひらがなでいい。いいよいいよ。バカにせんでね。絶対バカにせんでね。いや、うん、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあリュウヤから今回お願いします。高3。ええマジでわからんくなった。マジでわからん。それはびっくりした。なるほど、高3と。高3ね。はい、じゃあ、はい、ゆきさんお願いします。高3先生。おー、あ、俺、当たった場合、そしたら。なんだよ。当たった、当たった。はい、それでは、回答の動画を見ていただきたいと思います。はい、第7問、過去に戻れるなら、いつ。大学4年生。第4。やっぱね、充実しましたよ、大学。本当ですか。うん。やっぱりさ、大学4年は結構自由やし、プライベートの時間も確保できるし、うん、でバレエが一番楽しい時期、うんうん、まあいろいろきつかったけどね、部活もバイトとかもあったし、きつかったけど一番充実しとった感がある、うん、俺本当は高3だったんですよ、はい、今までは、はいはい、高3にもう戻れるなら高3がいいって思ってたんですけど、もしかして言ってたけど、今となってはちょっと大学4年生も一回味わいたい、うん、マジか。はい、ということで答えは大学4年生でございました。うわ。え、ちなみにゆきさん何と迷ったんですか。俺中3。あ、中3か。中3ね。俺大学は一緒じゃなかったけん、はい、その思い出は知らんけん。ああ、そうね、確かに。ということでお二人残念でした。残念です。はい、いや、とりあえず高校の子を俺恥かいただけよ。はい、ということで次の問題いきたいと思います。うい、第8問、うい、今一番行きたい場所は。行きたい場
しょ。え、行きたいところ。ヒントはどうします？言います？いや、言っていっちゃう。ヒントは、じゃあ日本。なるほど、濃くないってことか。でも、あれよね、大学であんまり行かないようなところじゃないと行けるってことだから、俺が行きたいところを書く。なんでやなんでや。はい、ということで今回はゆうきさんからお願いします。はい、いきます。奈良。おお、奈良。なぜ奈良？言っていい？はいよ。北海道。おお、なるほど。はい、ありがとうございます。え、奈良行きたい県奈良って言ったと。違う、なんか誰だったっけ、天理大の、なんか行きたいってなんか車でなんか言ったじゃん。え、理由は何で北海道？行きたそうな感じでとるやん。生まれてきたのに書いてる。それやったらお前どの県でも書けるやん。最初俺も北海道って書いてたから。あー、そうなんだ。けどなんかかぶりそうやし、やったらなんか答えかぶらん方が面白いやん。なるほどね。それでは回答の動画を見ていただきます。これで2人とも違ったんで。第8問、今一番行きたいところは。一番行きたいところね、他県でもいいし、東京。東京。2年半東京いたじゃないですか。行っとったよ。お世話になった人とか。もういいやろ。まあ仲間たちに会いたい。やっぱなんか関東に行く機会はあるんですけど、なかなかそのみんなには会えない。だから1ヶ月ぐらい行って、向こうの職場の人とか同僚とか、ね、教え子とかにめっちゃ会いたいですね。あー、東京に染まったね。終わっちゃってるね。終わっちゃってる。はい、ということで、答えは東京でございました。はい、残念。ダメダメ。はい、次行こう。はい、それでは次の問題いきたいと思います。第9問。はい、好きなタイプは。全然わからん。人物で答えてください。はあ、勇気早いな。昔からも変わらんもんね。逆にこれじゃなかったら、じゃあ今までの何やったとってなる。女優さん。それは言っていいのかな。ああ、じゃあ分かった。はい、それではリリアからお願いします。木村沙織さん。はい、じゃあゆうきさんお願いします。北川景子さん。はそう、それ女優や。はい、ありがとうございます。それではお二人に回答を見ていただきたいと思います。第9問、好きなタイプは。好きなタイプは、え、これ人？人、あれポケモンとかだと思いました。違う違う、え、人物を言えばいい。人物とかでも全然いいので。あ、人ね。はい、じゃあ人で答えましょうかね。はい、北川景子です。いやいや、これもね、俺多分ずっといい夜さ、はいはい、で俺一回見たんですよ、東京で、はいはい、撮影してる現場にいて、はい、もうやばい。だけどそれこそ俺とヨッシーの今のこの距離ぐらいで、見たの。近っ、うん、やっぱ止まって見たらダメだよね、警備の人とか、ね、うん、こう流れてくださいみたいな、はいはい、同じところ3周ぐらい回ってマジでキレかったです、いつかお会いできたらいいなと思って。そういうドッキリとかしてくださいね。したいけどそこまで力ないな。はい、素晴らしい。ということで答えは北川景子さんでございます。素晴らしい。素晴らしい。それは知らんとわからんですよ。木村沙織はまあね、え、けどこれね、多分リュウヤとかの前でも言ったよ。言った？うん、ここの事務所でも多分話は出たよ。そう、聞いたことあるの。マジかよ。はい、それでは最後の問題。え、待って待って、最後やったら俺負けるけん、ちょっとなんかしてよ。え、なんか1点差？2点差。2点差。じゃあ取った方3点。よし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 。最終問題。待って、今までの俺の頑張り。では、特別ルールが追加されました。ありがとうございます。この問題に正解すると3点、はい、つまり逆転のチャンスがあります。では最終問題頑張ってください。はい。第10問、
生まれ変わったら何になりたい？なんじゃその問題は。あ、でもね、あのヒントを出そうか。これ、今ずっと質問を答えてきたやん。あれが、これ今この、この答えだったら、もう全て実現する。で、過去に戻ることはできんけど。北川景子さんも実現する？分かった。ちゃんと考えてね、ゆうや。え、マジで考えてこれ。一発逆転チャンスけんね。うん。もう分かったもん。実現する？はい、よろしいでしょうか。はい、この問題に正解すると3点でございます。あ、もういいや。もういいや。ちょっともうすでにやった、これすでにやったということだ。はい、それではゆうきさんからお願いします。身長すでにすぐるやつね。そうね、すでにやった。もうなってるっていう。はい、じゃあリーダーお願いします。大富豪。はい、ありがとうございます。難しいことにかけるの何やそれ。まあ確かにそうやな。はい、ありがとうございます。それでは回答の動画を見ていただきたいと思います。それではいよいよ第10問でございます。しゃ、はい、生まれ変わったら何になりたい？生まれ変わったら大金持ちになりたい。大金持ち、はいはいはい。だから何かしたいと思ったら、うん、全部そのちゃんともうそれができるだけのお金があるみたいな。なるほど。もうお金に困らないぐらいはやっぱ持っておきたい。でも体育館建てたいな、はい建てちゃおう、はいはい、どっか東京行きたいな、行っちゃおう、うん、とか、なんかもうお金で解決できるやつは全部解決できるぐらいの、もお金持っておきたいですね。なるほど。だから大金持ちになりたいです、はい、けど生まれ変わらなくてもワンチャンできることじゃないですか。いや、もう生まれた時から。生まれた。はい、うわ、これさ、これ正解じゃない？そうね、意味一緒やろ、うん、はい、一応松田さんが言う回答としてはお金持ちになりたい、うん、まあそれをちゃんと言ったのが大事。はい、つまりゆうや正解。やったぜ、はい、ここに来た。ここで逆転。ピンときたもんね。マジで。なるほど、漢字がピンときた。漢字とか。さっきのはさっきの。忘れて忘れて。はい、それではお二人お疲れ様でした。はい、ということで、全10問終わったということで得点を発表していただきたいと思います。はい、それではゆうきさんからお願いします。6点。はい、でっか。トトロみたい。トトロみたい。はい、じゃあリーダーお願いします。7点。ということで今回 J 王リーダー、おめでとうございます。いや、まあまあまあ、言わんね、言わかったけ言わんね。言いたいこと分かったけ言わんね。でも言いますね。いいよ。まあ本当は同点、はい、あ、違う、本当は1点勝ってるんだ。あ、勝っとる勝っとる、ね、はい、同点ぐらいになるのは面白いんですよね。だけ言わんねって言った。まあ問題数的にはまあゆうきさんの方が、そうね、正解して、あと内面的なこと知ってるのは俺ですからね。だからつまり俺が、いや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 、今日のやつに関しても勝ってますから。そうね、はい、はい、まあ勝負だからね今回。そうね、はい、リーダーが7点でゆきさんが1点ということで、あんまり悔しくない。いや悔しがれ、悔しがれ。まあ勝っとったっていうのはあるしね。そうね、だからまあ JO があったってことは、まあそれぞれのやつも多分ね、今後評判が良ければ好評ならね、やりたいなって思ってますね。はい、ちょっといっぱい会話しようね。なんか気持ち悪いよね。いっぱいコミュニケーション取ろうね。お酒飲みながらね。いいや、おめでとうございました。ありがとうございます。はい、はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、通知音設定、コメントもお待ちしておりますね。じゃあ今日の JO 勝利はリュウヤでした。また本当は俺です。